広瀬隆は日本の作家、父は建築家の広瀬三郎。東京生まれ、早稲田大学理工学部応用科学科卒業。大学卒業後、メーカーの技術者を経て執筆活動を開始、医学文献等の翻訳に携わる。1979年のスリーマイル島原子力発電所事故を機に原発を考える市民団体、緑の会の一員として、 原子力発電とは何か、そのわかりやすい説明を出版。1980年代初期の著作として、安全というならば、長大な送電線建設コストのかかる地方ではなく、電力の代償費地である首都圏に、原子力発電所を建設してはどうかと指摘した、東京に原発を、や、癌や、白血病で死んだ。 ハリウッドスターのシーンとネバダ州で行われていた大気圏内核実験の因果関係を示唆したジョン・ウェインはなぜ死んだかがある。東京に原発をの観光後、1981年後半頃から緑の会は広瀬を中心とする東京緑の会に移行し、東京に原発を誘致する署名活動を新宿駅西口で行った。この活動は 日本テレビの NNN ドキュメント81でも東京に原発がやってくるというタイトルで取り上げられた。このドキュメンタリーの時点で署名者は約400人だったという。1986年4月26日にチェルノブイリ原子力発電所事故が発生すると、広瀬名義による東京に原発をの改訂版や危険な話で 原子力の危険性を主張する立場を鮮明にする。これらの著作は反響を及び、広瀬は月刊誌、デイズジャパンに原発関係の記事を繰り返し寄稿するほか、朝まで生テレビで原発を扱った回に出演するなど、原子力撤廃運動の論客として広く注目されるに至った。文芸春秋は前期の記事を開稿した。 デタラメだらけの危険な話を掲載した。広瀬はテレビ番組で反論を行っている。また、日本原子力文化振興財団は作られた恐怖、危険な話の誤りを出版した。以後の原子力発電関係の著作として、審判眠れない話、審判最後の話、地震による原発事故を論じた、棺の列島、原子炉次元爆弾などがある。 原子力発電に関する著作のほか、世界経済、日本経済の裏側についての著作も多い。1986年の、奥万長者は、ハリウッドを殺すは、ロックフェラーとモルガンの二財閥を軸にして、近現代史を読み解く内容であり、主に、ロスチャイルド財閥を扱った1991年の、赤い盾など、この系列の著作はその後も刊行されている。 1980年代後半には内外のデータベースを駆使した調査が注目を集めた。パレスチナ問題については、広川隆一らのダイヤモンドと死の承認を危険な話の中で高く評価している。2003年に刊行したアメリカの保守本流では、ブッシュ政権が日朝国交正常化を阻害した可能性を指摘し、 北朝鮮民衆の貧困と飢餓を加速した原因は軍事予算の肥大化にあり、その根底には北朝鮮を包囲する核への危機感と対抗意識があると述べている。2010年に完工した日産化炭素温暖化説の崩壊では地球温暖化に言及している。広瀬の主張について安井樽は日本経済新聞の記事とともに批判している。また、 本書で言及されているクライメートゲート事件については調査報告によれば気候研究ユニットには鉄造などの不正はなかったとされ調査結果を受け関係者は復職している本書では環境破壊について一番悪いのは毒物と熱の排出と機械的な自然破壊であるとしているまた原発の温排水が 発電量の2倍の熱量で海を加熱し生物に悪影響を及ぼしていることが主張されている。ただし、あらゆる人為的な排熱の影響は、人為的な温暖化ガスの影響2.9、ワットマイ平方メートルのおよそ100分の1であり、全地球的な温暖化への寄与は小さいとする推定がある。2011年3月11日発生の東日本大震災後、 福島第一原子力発電所事故について、3月17日、朝日ニュースター、ニュースの真相への出演、その出演模様の YouTube への転載、その後も、ユーストリーム等を通じての積極的な情報発信を続け、圧力容器まで含めた原子炉主要部の完全破壊によって、数百万の人々が死亡する旨を主張した。 原子炉次元爆弾をはじめとする過去の著書が再版、増刷されている。一方、朝日ニュースターで放送された内容については、北村正春から疑問が寄せられ、物議を加盟した。原子力の代替手段としては、燃料電池が世界を変えるにおいて、コジェネレーション、ガスタービンコンバインドサイクル発電と燃料電池を挙げている。 東京電力の新設火力発電所を見学した際にはその技術の先進性について社員を称賛したという太陽光発電等の自然エネルギーについては長期的なペースで徐々に進めればよいと主張しているまた自然エネルギーでは20年を経ても原発の電力分を100%代替することは不可能であり原発を推進するための格好の口実に なってしまうとして、今議論が必要なのは、天気や風の気まぐれに頼る自然エネルギーではなく、コンバインドサイクルのような安定供給できる設備で、あると主張している。2011年7月8日付で広瀬を呼び明かし、庄二郎は、勝又恒久、まだら春樹、寺坂信明と、山下俊一ら32名を、東京地検特捜部に、刑事告発した。 リニア中央新幹線計画については、無用の浪費計画であるため、関連予算は凍結し東日本大震災の復興資金に充てるべきだと述べている。2019年7月29日の時事週刊誌、週刊朝日に掲載したオンラインコラムで、朝鮮人強制徴用は、ナチスドイツのホロコーストと何ら違わない。 1965年に日本が韓国に支払った金は経済協力であり賠償金ではない。日本企業に賠償を命令した韓国王邦院の判決は当然の判決と発言し、これを中央日報が日本の著名な脱核専門家であり、作家である広瀬隆さんが最近韓日間紛争の原因とされる強制徴用賠償問題について、 このように主張した。と、大々的に取り上げ、物議を醸した。また7月31日の同コラムにて、ドイツに対する戦時中の批判は全く起こっていないなどと発言しているが、実際には、ドイツの戦時中の行為に対する被害国からの批判は21世紀でも非常に強く、2019年においても周辺国から、 ドイツに対し莫大な賠償請求が行われている。ありがとうございます。